ああ、みんな俺とおそろだな。しょうもなさすぎるって、さすがに。すげえ目回りそうだな、これ。あ、おい、どうしたどうしたどうした、いいなずけ、ヨナと申します。待って待って、いる、あ、いたかったぞ、リンク。俺もだぞ、シド。ということで、まあ、最近ね、このメインチャレンジ以外の、まあ、甲賀様だったり、その辺うろうろしたっていうのをやったんだけど、まぁ、ちょっと、今回は4地方の異変調査、これを進めていこうかなと思います。ゾーラ族の里を、ちょっと目指すところね、結構近いところまで来てるんでね、ここですね。近いところまで来てるんで、ここから向かっていこうかなと思います。あれが、あ、そうだね。じゃあ一旦ここの、眺望台目指していこうかな。ん？ちょっと待って。うまいだのお姉さん、やっぱりこんな格好だから話しかけてくれないのかいさ。服を着れば相手してくれるんじゃない？そんなこと言った、そう、なんかゼルダの指示でなんか服脱いでるらしいんだ。どういうことなんだろう。何があったんだ。モップあった。こんな武器にしていいわけないだろ。あ、待って、ペン。よ、相棒、見たか、馬宿に座るパンツ一丁の男さん。いたいたいた。何してんだろ、マジで。小鳥ちゃんたちのさえずりによると、彼らはゾナウ調査隊でゼルダ様からの指示を受けてあの格好をしているって話だ。うん、俺も聞いた今。この遺体は以前ゴロンシティへ向かう旅人で賑わっていたんだが、新しい街道ができて人通りも少なくなって魔物が救うようになっただけに、パンツ一丁でうろうろしていること自体危険極まりないと言っているんだが、ゼルダ様の言いつけだと。確かにゼルダから言われたらそうしなきゃいけないってなっちゃうよな。すでに数名がパンツ一丁で調査に出てしまった。やっぱこれも偽物の仕業なのかな。魔物の巣穴を調査すると向かったっきり、まだ帰ってきてないようなんだ。なるほど、危険な指示、本当にゼルダ様が。このさえずり、何やらきな臭いな。ついばんでみる価値はありそうだ。すごい語彙力だよな。鳥の語彙力がすごい。めっちゃ修行してる。はっ、いや、これからの調査員は文武両道。ゼルダ様の指示は絶対守らねば。なんかこのさ、今文章でちょっと下半身隠してる感じがすごい怪しい感じになってる。隠し方がすごい感じになっちゃった。ああ、こんばんは旅のお方。あなたもゼルダ様をご存知なんですね。うう、なんでゼルダ知っててリンク知らねえんだ。実はゼルダ様から、これからの世は文武両道、部屋にこもってばかりはいけません。パンツ一丁になって、そこがおかしいんだよな。だってあのゼルダがパンツとか言うわけないもん。パンツ一丁で鍛えているわけなのです。疑問持たないのかな。悪くないんだ。悪くないならいいのかな。ん？ちょっと待って。いたの、コログ。友達はぐれちゃうなんて。分かって、いつものやつな。結構遠いな。まあでも行く道だから連れててやるか。はい、ちゃんとついてきてください。危ないよ。はい、着いたよ。待たせたな。連れてきてくれてありがとう。俺にこれどうぞ。はい、ありがとな。はぐれるなよお前ら。毎回毎回、まあ毎回全部違うやつなんだろうけど。何をそんな黄昏れてるんだお前。とりあえずさっきの裸の男たちのやつはまた後でやるわと思ったんだけど、やっぱちょっと気になるから先行っていいか。ちょっと先行くわ、さっきの裸の男たちの謎。でもこの先にゼルダがいるとか。ちょっともう多いよ君。どこなの。いやー遠い。すげえ、これ水もちょっと走れる。あ、でもちょっと深いとかダメなのか。難しい。こっちの若干浅瀬に来れば。よし、行くぞ。俺はこのコログを連れていくんだ。ひー、早い。結構早い。でもこの辺ちょっと温泉。まあ、難しいな。おー、来た来た来た。乗っかった乗っかった。このルートが正解。じゃないのか。どうだ、いけるかいけるかいけるか。難しい。はい、お待たせいたしました、お届け物です。これが正解だったか。ミスったな。めちゃめちゃ時間かけちゃった。これめっちゃ気持ちいいな。でも良い子は温泉でこんなことしちゃダメだよ。
さあ、ここか、この辺か、なんか敵か、洞窟から持っていく、あ、あれか、洞窟、あ、なんかいるな、裸の男たちが。何してんだこいつら、こんなとこで。前に進んですらいねえじゃねえか。おい、何してんの、ゼルダ様次第だ。行くぞ、サンゴバー。二人で一斉にかかれば怖くないやつだ。気を合わせて、1、2の3。サンゴバ、なぜ行かない？いや、デコンってこそ足が動いてないじゃないか。何してんの？こいつはどっちもチキンでよかったな。突っ込んでたら死んでたぞ。なんだ、旅の人か、魔物かと思ったよ。遠くから見たらお前らも魔物みたいなもんだけどな。僕らはこの洞窟の中に作っている魔物の調査をしているところなんだ。丸腰だろ？一歩踏み出せなくて思うように調査が進められないでいるんだ。これからの世は文武両道、部屋にこもってばかりではいけません。それは間違ってないんだよな。皆さんパンツ一丁になって今こそ現場に出るべきです。そこがおかしいんだよな。ってのがゼルダ様のご意向なんですが、我々は調査隊。完璧な装備をしていても魔物に近づくのが恐ろしいぐらい、確かにそうだよな。誰かの、お手本？いや、嫌だけど。頑張ってな。よし、サンゴバ、一人前の調査員になるためにもう一回挑戦だ。マジか。ここからは僕たちと同じ格好になって、わかりました。うん、え、預かるの？マジか。まあ、まあ、でもそうか。預からないとな。ズルしちゃうかもしれないもんな。必要ある？これ。本当にやる必要あんのか？ああ。ああ、会社欲しいとき我々に声かけてください、うん。自信がなくてね、君の戦いぶり、参考にさせてもらうよ。ちょっと待って。うわ、強そうな忍者、マジかよ。うわ、あっちも見張りいる。倒せんのか、これ本当に。何をしたらクリアなんだ？魔物全滅か？行くぞ、行くぞ、決めるぞ。なんで、なんで、なんで、コーンじゃないんだよ。せっかく慎重に近づ、マジか、ちょっとこれやばそうだな。まずはお前から、よいしょい。武器をな、集めないとな。危ない、怖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 い。まずは通常の赤ゴブリンを倒して、いや、これえ、なんかキノコゲットしたけど、違う、ちょっと待って、やばい、そんな当たったら死んじゃいますって。よいしょい。あ、楽しそうだな、あいつら。こいつだけでもやるか。見られないかな。こいつだけでも、無理でした。ポカポカだけも嬉しいんだけど、よし、やりゲット。よしよしよし。なんか捕まっ、かわいそうかわいそう、さすがにかわいそうですよ。ひー、はいはいはい。なに、硬いんだけど、どうしたらいいのあれ。くそ、よいしょい。あー、あー、後ろ。よし、とりあえずアイテム全部取った、全部パクった。よし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 、いいぞ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 。全部、ねえ、あれ、かわいそうなんだけど。おい、かわいそうなんだけど。投げられてくるのが。あぶれ。くっ。いてぇ。これどうすりゃいいんだ。痛いな。くっ、ちょっと待って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 。あぶれ。はい、はい。痛い。よし、壊した壊した壊した。オッケーオッケー。バカでかい岩、これ強いな。バカでかい岩ゲットしたから、これで俺は無敵かもしれん。さあ来いよお前ら。こいつ食らってんのかこれ。よし、よく食えた。生きてる生きてる生きてる。この余計がしっかり刺されば、魔物なんて手が、手、なんだっけ魔物なんて手、なんだっけ、何言おうとしたんだっけ今。オッケー。あと誰だ？あとどこにいる？いた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 。お肉だけもらっておいて。あぶれ！これ多分当たる！よし、あぶれ！岩の勝利！ふん。ガタガタ言わしてやったぜ。岩だけにな。すいません、終わりました。でも多分君たちやんない方がいいよ。結構むずかったから。どう？無事だったか。倒してきたよ。で、本当にパンツ一丁で魔物を倒してしまうとは。この戸籍仲間にも伝えたいので、みんなが待つ36の馬宿なので、ぜひともお越しください。ああ、なるほど。ありがとうございます。では、預かっていた装備をお返ししますね。僕たちは先に36の馬宿に行って待ってるよ。わかった、待ってて。まあ、じゃあ、先に報告だけしてくるか。の、これか？来たぞ。
あー、みんな俺とおそろだな。来たよ。おー、来てくれたか。みんな、この方がパンツ一丁で魔物を倒した功労者だ。うん、一応服も脱いできた。ぜひとも我らにパンツ一丁で戦う秘訣を教えてくれないか。そんな秘訣ないのよ。ちょっといいですか。なぜ皆さんパンツ一丁なんです。いいこと聞いた。言ってやれ言ってやれ。あれ、君もゼルダ様からパンツ一丁になって現場に出るべきって言われていたはずですよね。ええ、私もゼルダ様から劇を飛ばされて候補者調査に来ているのですか。ゼルダ様がおっしゃっていたのは、え、パンツ一丁になってではなく班長に習って、なんだって。で、我々がパンツ一丁で調査をしていたのは全くの勘違い。しょうもない。しょうもなさすぎるって、さすがに。マジでか。確かに勘違いではあったが、結果的に我々は現場を飛び出し、こうしてゼルダ様のおっしゃった文武両道を体現しているではないか。まあいいことなのか。これぞパンツ一丁精神、これでいいのだ。バカボンみてえだな。さあみんな、この気持ちを忘れないうちに各自持ち場に戻って調査再開だ。まあやる気になったならよかったわ。どう思うペン、これ。なるほど、さえずりの先にはこんな真実が。しかし調査員の聞き間違いがあったとはいえ、結果的にはやる気を出せたとは。さすがゼルダ様、指導者としても一流だったか。これで俺たちが真相を明らかにしたゼルダ様、これゼルダ悪くなさそうだな。この件に関してはゼルダ正しくないか。こんなに順調に進むとは思っていなかったよ。相棒ってのはいいもんだな。まあほとんど解いてんの俺だけどな。これは今回の相棒の取り分だ。ありがとう。まあお互い頑張っていこうぜ。三葉さんが相棒の活躍ぶりを高く評価していてな。ボーナス私、え、あ、ありがとう、ボーナス記事にさせてもらうよ。スタルブロード、ありがとうな。またね。マイスイートプリンセス。でもなんかあれだな、ゼルダにパンツ一丁になって。さあ、お待たせいたしました。早速本題に移っていくんだけど、ここからね、今まで入ったこともないエリアになります。今回のゾーラの里ではどんな感じになるんだろうな。まあ、チューリの、まあ、リト族のところでは、まあ、天候が荒れ狂ってるっていうところと、でユンボーのいたゴロンシティでは、謎の薬物、違法薬物が蔓延してしまっていたっていうところなんだけど、あー、ちょっと待って、これ道間違えたかな。嘘だろ、高いとこだな。すげえ目回りそうだな、これ。ほら、着いたぞ。今日何回目だお前ら。お、びっくりした、びっくりした。あー、ちょっと待って、今裸、待って待って、裸だった。ちょっと待って、裸だった、今危ねー。なんかすげえ、なんか降ってきてる。何これ、なんか上から降ってきてたけど、これ戻れこか。あ、違うな。なんだ、とりあえずでもあれだな、眺望台この先っぽいな。やっぱ裸足の方が登りやすいとかあんのかな。すごいな。なんだこれ、わあ、キモい、なんか足元キモい。何これ、水の実、すげえ、そんなのあるんだ。何これ、キモいんだけど。なんか地下の正気みたいにダメージ食らうとかではなくて、ただ単純に気持ち悪いってだけかな。お、眺望台見えてきたね。でも、あ、うわ、ちょっと、いや、敵もいる。この足元のドロドロがすごい歩きづらいんだけど、これなんと、あ、今回はこれってことか。その天候が悪くなったのと同じような感じで、ヘドロ、ドロドロが来てるっていうのが、今回の異常気象というか、異常現象なのかな。あれ？待てよ。あそこもだな。ゾラ大地眺望。あ、おい、どうしたどうしたどうした、そこの人、助けてほしいぞら。ヘドロが降ってきて、水。あ、これが、さっきからあれか。さっきからたくさん拾った、これだ。あべ、間違えて食べちゃった、もう間違えた。はい、オッケー。あ、なるほど、こうやって解くのか。なるほどね、理解理解。大丈夫、スババスババ助かったゾラ、ありがとう。ゾーラの里の兵隊長である私が
こんなところで倒れるとは情けない。でっぷ。あの天変地異の後、このベトベトが急に空から降り始めて、結構厄介だね。まあ、吹雪とかも厄介ではあるけど、ゾーラの里やこの辺りの水も汚されてしまって困り果てているゾラ。だから私は周辺の調査に出ていたんだけど、降ってきたヘドロが直撃するなんて、うえ、思い出すだけで鱗が逆立つゾラ。エラもまだ気持ち悪い。水をかけてもらわなければ私もどうなっていたことか。こんなものしかなくて申し訳ない。いいの？他の武器と同じで、あーなるほど、口だったのか。あ、武器か。あ、こっちには強いわ、もらっとくわ。なるほど。じゃあ今回はこの水飲みっていうのが結構大事になってくるんだな。でここはじゃあ、あ、一発で結構取れるね。やったぜ。じゃあ失礼いたします。じゃあいつものやつ言っときますか。気持ちいい。あ、空島多いな。なんかあれ、なんか空島多くない？この辺りなんかすごいな。めちゃめちゃ空島が多い。あそこに穴もあるね。はいはいはい。なんか気も、なんか危なくない？よく当たらずに空飛べたな今。何かに当たっててもおかしくなかっただろう。さあこれで周辺のデータはしっかりとゲットしておいてと。ふわーん。ラネール地方ってことだね。地上の周辺マップを登録しました。なんか今のさ、マップが緑色になってるの、あれはヘドロってことなのかな。空の周辺マップも登録しました、ありがとう。これどうしよう、どこまで行こうかな。このまま飛べばゾーラの里行けそうな気がするよな。行ってみる。あそこにさ、祠あるんだよね。ここから目指しちゃう？なんだろうこれ、すごいな、回転してる。そこにもなんかある。いけるかな、届くかな。あ、そういえば動画ではちょっと説明してなかったかもだけど、あの頑張りゲージ増やしてきましたね。何個かあの祠を解放したんで、この流れで上げてきました。なんかあるんかい。なんか、あ、落ちちゃったけど。びっくりんこ。わあ、ごめん、なんか、俺が悪いのこれ。待って、ちょっとゾーラの里さ、めちゃめちゃ綺麗でさ、素敵なところだったのになんかすごい汚いんだけど。やだわー。汚い街になってる。ちょっと、里の入り口から行くか。いや、この辺もヘドロだらけになってんな。ちょっと待って。カバンだ！嘘だろ、お前こんなところにも。どう、これでいけるかな。ちょっと話してみて。あ、いい感じのバランスだ。オッケー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 、よかった。じゃあいつのやつをいただいてもいいですか。よし、できた。はい、ありがとう。いや、これこれこれ欲しかったのよ。なにこれ、混乱花。なんかやばそうなの持ってんな。ありがとうな。おお、びっくりした。何？びっくりしたなぁ。いや、ヘドロキモい。動きが結構難しくなるのか。この状況で敵に襲われたら結構厄介になっちゃうな。行ったら敵出てきたわ。いや、ここ本当はもっと綺麗なのになぁ。なんか至るところからヘドロ落ちてんなぁ。ずっと敵に追いかけられてる今。怖いです。さあ、入りました。ゾーラの里、ね、降ってきすぎじゃない？いくらなんでも。あ、これ空から降ってきてんな。空島行く感じだろうな。ちょっと一回これだけ開けとこうっと。すいません。あ、待って、シド王子、シド王子じゃん。あ、なんか知らない方。ひふみ、ごめんなさい。みんなの治療は一旦終わったんですけど、水飲みを使い切っちゃって持ってきたよ。想定以上の被害で申し訳ありません。イム様。いいえ、仕方がないわ。それよりも里のみんなが無事でよかった。あとあの像なんとか。なんかこの人偉い感じの人なのかな。結構キャラデザがしっかりされてるというか。あら、旅人さんですか。話に夢中で気づけなくてごめんなさいね。今このゾーラの里は空から降ってくるヘドロのせい。あ、この人あれか、シド王子じゃないのか。いや、すごいね、ヘドロ。うわわわ、銅像とかも。ミファー像じゃないの、最悪だ。ヘドロまみれで。あの像は里のみんなにとってとっても大事なものなんです。そうだよな、ヘドロ。洗い流したいと相談していたところです。ああ、いいんですよ、俺がやっとくから。じゃあそれ、
ヌミエ、ヌミエン。ヘドロがエラに、うえ。なあ、希望の像もヘドロまみれ。希望の像。ちょっとじゃあ、やってみるか。失礼しまーす。来た、え？これ何？ミファーじゃないな。なんだこれ。できたよ。わ、美しい。待って。あ、これシドとリンクか？ヘドロが。あなたがヘドロを洗い流してくださったのね。はい、私がやりました。ゾーラ族の希望の象徴、私たちにとってとても大切なものなんです。じゃあリンクの顔ぐらい知っといてほしいな。綺麗にしていただきありがとうございました。あの像は、かつて里を救った二人の勇姿をかたどったものでして。そう、ゾーラ族のシド王子とそのご親友。なるほど。リンクって影薄いんだな。ハイリア人の剣士リンク様。それは知ってるんだ。素敵ですよね。いつかお会いしたいな。ちょうどあなたみたいな背丈格好で、そんな瞳で、ハイリア人で、で、あと裸ね。剣士。まさかあなたは？あ、どうも僕リンクって言うんですけど、なんで顔知らないんですか？本物の剣士リンク？どう本。はしたないですよ、ひふみ。イムとひふみ？ごめんなさい。あ、ひふみ様はそっちか。あの真ん中の方は？なんていう方？失礼しました。でもまさかあなたが本物の剣士リンクだなって私も驚いてしまいました。この里に来て以来毎日のようにお噂を聞いていました。え？許嫁？ヨナと申します。リンクさん、お会いできて光栄です。こちらこそ、ヨナさん。ありがとう。どうですか？シドはうるさくないですか？ゾッゾパッカ言って。ゼルダ姫様と共に行方不明だとお聞きしていましたが、どうしてここに？僕だけ無事だったんです。姫はどっか行っちゃいました。ハイラル城の地下でそんなことがあったのですね。それでハイラル全土を調べて回っていると。では、この里に来られても、ゼルダ姫様を捜索するため、そういうことですね。そういうことであれば、里の周辺を自由に調査いただいて構いません。そうだ。もしよかったらシド、会いたい！早く会いたいよ！きっと喜ぶと思いますから。シド氏は、え、なんでそんなところに？雷獣山の頂上にあるミファー公園ってなったの？はえー。素敵な名前つけちゃってもう。あっちね。オッケーオッケー。これ滝登れないもんな。どうしようかな。ヨナ様、お時間です。そろそろ行きませんと。すみません、リンクさん。私はこれで失礼しないと。うん、ありがとうね。また。バイバイ。もしよかったら、会いに行った後でも、上の階にある療養所へ立ち寄ってください。私もきっとリンクさんの力になれると思うので。わかった！癒してくれるんだ。え？ミファー的な力なのかな？ヘドロに埋もれた石像。はい。ありがとう。少年？少女か？ハイリア人が里まで来られたんですね。でもリンクさん特別、笹野くんは違う。笹野くん？誰だよ、笹野くんは。今、リンクどこに立ってると思う？正解は、希望の像の上。怒られそう。じゃ、とりあえず、雷獣山目指していきたいと思いまーす。何してんの？キデは先ほど行くぞ。石像のヘドロを洗い流してくれた。もしエラが、いや、ハイリア人だから花か？今ともかく詰まったら、あの滝の綺麗な水を浴びるといい。あ、なるほど。じゃああそこの水は綺麗なんだ。少々強引だった指導時が、こうも的確にヘドロ対策を講じるとは。まさに激流魚を鍛える、ゾラな。知らないの、その、みんな知ってるでしょみたいな感じで、その、格言みたいに言われても。これ登れないもんな。ちょ、どうやって回っていくんだろう、これ。いやー、最初から、こうすりゃよかったんだ。この方が早いもんな、どう考えても。わざわざ地道に上がんなくてもさ。さあ、ミファー公園に着きました。待って！待って！いる！清めてる！ああ！シド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 ！何お前ちょっと立派になってるじゃん。シド。シド。本当に君なのか。シド。うわー出たこの BGM 好きなんだよ。
会いたかったぞ、リンク。俺もだぞ、シド。久しぶりだな、リンク。行方不明と聞いて心配してたんだぞ。一体何があったんだ。カクカクチカチカでハイラジオの地下でそんなことが。この説明もう慣れたもんだよな、リンクも。もう何回も喋ってるからこの後オチがこうでさみたいな、なんか面白く喋れるんだろうな。しかしその後目覚めたのが空の島とは。空、やはり空が全ての鍵なのか。やっぱそうだよね。ゴロンとか違ったけど、いや実はこの辺りに降るヘドロの元凶はあの空に浮かぶ島にあるのではと考えていたな。まあ降ってきてるしな。だから今遺跡の破片や空に関わる歴史をゾーラ族の学者に調べてもらっている。俺自身はここのヘドロの対処で自由には動けないからな。すごいな、そんなことできるんだ、シド。ほら、ここはゾーラの里に流れる水の源流。ヘドロが混ざった汚れた水を俺の力、水を操る力で分離してきれいにしてる。ああ、なるほどね。ああ、仕分けしてるんだ、ここで。今はこれを続けなければ、汚れた水が里に流れ込んでみんなが苦しむことになる。だから、ここは離れるわけにはいかない。なるほど。だが、リンク、もしゼルダ姫の行方が空の浮島や遺跡と関わりがありそうなら、さっき話した学者のところへ行ってみるといい。ジアートさんというじいさんだ。役に立つ情報が何か得られるかもしれん。ジアートはここから北西にあるトトコで調査を続けているやつ。なるほどね。うん、久しぶりに会えて本当に嬉しいぞ、リンク。おい、そういえばシド、君の言い名付けにあったぞ。おい、どこで出会ったんだよ、シド。あんな綺麗な人と。おい、どこで会ったの。どこが好きになったの。どっちが告白したの。ねえねえ、シド、またいつでも訪ねてきてくれ。ありがとな。ここで今仕分けしてくれてんのか。ここにリンクがいたら邪魔なのかな。何してんだ、リンクみたいな。ちょっとそこ邪魔だからどいてくれないみたいになってんのかな。うわー、でもキモい、これ。うわ、キモい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 。うわ、ドロドロだ。やあ、ここで聞けるじゃん、いろいろ。ジアートについて教えてください。ジアートには遺跡の、あ、はいはい、それ言ってたね。ヨナ、はい、教えてよ。ヨナさんは俺の幼馴染なの。そうなんだ、いい名付けだぞ。そうなの。昔はよくお互いの里を訪れたりもしていたが、いろいろあってしばらく会えてなくてな。今回久々に遊びに来てくれたんだが、こんな状況になってしまったせいで話もろくにできていないんだ。里に来てからずっと俺やみんなのことを助けてくれていて、本当に頭が下がる思いだぞ。いやー、いい人を見つけたな。リンク、君の調査を手伝えないのは心苦しいが、何か進展があったら俺にも聞かせてくれ。はい、ちょっと診療所行ってみようかな。はい、今どこにいるでしょうか。正解は、一応ドレファン王が座る椅子でした。でかすぎて全然伝わんなかったわ。これが診療所か。あと一粒のならだたって言ってる。ヘドロ気持ち悪い。ねっぷ。本当にヘドロは頑固ね。患者さんたち早く良くなるといいのだけれど。どうも、リンクです。裸のリンクです。ヨナ様、リンク様がお見えです。来ちゃったよ。あ、治療続けててもいいよ。あ、来てくれたんですね。力になれると言ったのはあなたの持ち物ゾー。あー、いいんですか。ゾーラの鎧をお返しするためなんです。さっきの戦いで傷つき、この里でお預かりしていたゾーラの鎧は。そうなの。いや、あれ大事なもんなんだよ。それで作業はほぼ終わりましたが、最後一つだけ。昔アロワの、まだ持ってたっけな、という魚の鱗さえあれば修復完了する。めっきり見なくなり、どこに生息しているか見当もつきません。ロスウリさんなら何かご存知かもしれない。はい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 。いや、わかりました。あれ、昔アロワナ、滝を、そう、滝登れるのよ、ゾーラの鎧。よくわかんないけど、理論は。あ、どうぞ、持ってたー、来たー、持ってました。昔アロワナ、これがあればゾーラの鎧直せます。空にあったんだっけ。こう、工房ですぐに仕上げてきますから、ちょっとだけ待ってくださいね。いや、治療の途中では いいのかい。いや、まあ、俺は嬉しいんだけど、いいのかな。お待たせいたしました。どんなんだい。いいのかい、来ても。修復完了です。ありがとう。ここでは買わなくていいんだ。どうぞお受け取りください。そうなの。もらったんだ、昔。ゾーラの鎧を着れば、ハイリア人のあなたでも、私たちゾーラ族のように滝登りができますよ。あれも登れんの。ああ、登れないんだ。
ヘドロの滝は登れない。濁っていたとしても水の滝であればリンクさんなら難なく登れる。なるほど、じゃあさっき先にこっち来とけばよかったな。ぜひゼルダ姫様を探すのにお役立てください。はい、ありがとう。シドの許嫁、綺麗だな。これなんだ。ゾーラの学び概念その2、任された一大事業。シド、石碑についてこれに記す。老朽化したゾーラの石碑を作り直すという一大事業をこの私シドは任された。ゾーラの石碑はゾーラの里周辺に11基ある。あなたが今読んでいるこの、あ、そのうちの1基。なるほど。今回の再生事業によって我が父ドレファン王が記した文章は消えた。あー、そういうことか。前なんかあったな、石板、でっかい石板が。王のありがたき碑文を王族の末裔とはいえ邪怪が上書きするのは何事かとの声も聞こえる。しかしこの再生事業を私に命じたのは誰であろう父ドレファン自身なのだ。その父曰く、ドレファン王の息子というだけで王家を継ぐ者としてふさわしいとは限らない。ならば自らに天文が備わっているのか否か、天に問うても答えぬゆえ民に問うべし。胸に秘めた決意や心に思うことをゾーラの石碑を通して民に伝えるべし。なるほど。父の命に従い私の思いを11基の石板に記した。私はまだ若く父の助言も必要とした。どれほどの目に触れるかは不明であるが、私の学びや決意が伝われば本望と言えよう。数百年後、私を継ぐ者が上書きするまでに、私の碑文がより多くの心に残ることを望む。なんか立派だな、指導。悪くない眺めだ。この里は、俺がもらい受けよう。